四国や近畿中部では今日は大雨に要警戒です。さあ石川さん、はい、朝から雨が激しく降っているところがありますが、今日はお天気どのようになっていますか？はい、低気圧前線の影響で、はい、大雨となっているところが多いんですけれども、はい、この後はですね、まあ、近畿地方今、強い雨降っていますけれども、東海関東地方にですね、強い雨のエリアが広がっていくということになります。はい、では現在の雨の様子を見ていきましょう。大阪市の方よりいただいたリポートです。こちら道路が冠水していますね。はい、このようにですね、道路冠水が発生するほどの激しい雨が今大阪では降っているんですけれども、はい、同じような状況がこの後中部地方、中心に起きやすくなるということになります。はい、では皆さんからの天気の報告も見ていきます。はい、活発な雨雲がかかっている影響でゴーという報告が出ていますけれども、すでにですね、はい、岐阜県や愛知県方面に、強い雨雲が流れ込んできているといった状況ですね。まあ、今後こういった状況が夕方まで続くということになります。はい、ではこの後の雨雲の予想を見ていきましょう。はい、時間進めていきますと、この活発な雨雲のエリア、この中部地方にかかり続けるということがわかります。はい、午後になっても特に静岡県や長野県、岐阜県方面で強い雨雲流れ込み続けるということになりますので、雨量がかなり多くなるということですね。はい、これによって土砂災害などが発生しやすくなるということになります。はい、この後の予想を見ていきました。近畿や東海中心に広く大雨に要警戒です。安全なところでお過ごしください。